の3回はラストバッターからそこから上位へというそんなイニングです。近藤さん、梅津はピンチ迎えましたけれども、ゲッツーで切り抜けられましたね。まあ、当たりはいいんですけど、もうお祭りのゲッツーですからね、はい、まあ、それもピッチングの一つと思っておかない、はい、まあ、これだけ力ありますからね、そう、ピンチは来ないんですよ。ファンだけはされてますけどね、はい、梅津はショートゴロワンアウトです。2巡目です。随分オーダー、昨日のスワローズ戦と大きく変えてきました。1番に福永、しかもレフトでのスタメンは2度目という福永を起用してきています。マウンドではもう全てのボールでトップを行っていました。打撃好調、しかも盗塁もトップだったというその時点、ワンボールワンストライク。横川が追い込んでいます。強いボール、ストライクってやるともしょうがないようなことですね、これは、はい、早いテンポで今度は大きなカーブです。落差24キロつけました。ショートゴロ2つ、ツーアウト、内野ゴロが多くなってきました。やっぱり丁寧に打ってますから、はい、なんか球威がないですから、はい、ついぶらされてしまうんですよね、もっとあまり力があればファウルとかなんかで逃げれますけど、はい、どうしても前に飛んでしまうんですよ。後巻きへのゴロが特に多くなってきました。さあ村松どうでしょうか。最初の打席はランナーを置いて、今2球目を打ちましたがファウル、これで追い込んでます。3バットは追い込まれてからが、はい、しぶといですからね、まあ、先ほども散々粘ってたんですけど、最後に高めのスライダーの投げ損ないをファーストフライに行ってしまい、サードフライになってしまいましたからね、はい、5月16打数13安打というものすごい成績です。打った打球、三遊間破り、綺麗に回りました。今日もヒットを放っています村松。さっきから言ってますけど、はい、いいバッターはね、みんな真ん中来るんですよ。まっすぐ真ん中、インコース構えたのがちょっと外寄りの真ん中、でまあ一番左右関係なくここのバッティング打つのが得意なんですよ、レフトはね、はい、そしてまた引っ張ることもできる、はい、村松出ました。そして昨日ホームラン放っている石川昂弥、まあ、最初の打席はインローのすごい難しいと思ってしまいましたからね、これはどうでしょうか。ライト前、ライト席落ちる、村本は三塁まで悠々いける。打った石川は二塁キャンパスで奪おうとしましたが一塁に戻ります。一塁キャンパスでストップ、ランナー三塁一塁、連打でチャンス広げました。ツーアウト、ランナー三塁一塁、カーブでしたか。詰まってますけど、はい、やっぱり右方向に狙おうとしたのがご褒美としてあの線に落ちたんですよ、はい、さあそして前の打席、先制のタイムリーツーベースを放っている細川を迎えます。斉藤さん、はい、そのタイムリーですが、打ったボールはフォークだと思います、はい、振り抜きたボールをしっかり振り抜くことができました、はい、福永さんがよく走ってくれたので感謝しています、はい、ということです。ああそうなんですね、という好調細川の談話を今日はポカポカに出演してからバンテリンドームに駆けつけた下島圭さんに伝えてもらいました。ツーアウト取ってからね、はい、まっすぐをレフトに打たれ、はい、カーブをライトに打たれ、はい、緩い球を逆方に打たれたっていうのが大きいし、はい、前の回打たれて
石川ですからね、引っ張りました、これも中央勝負強い三塁もセーフ。今日は4番中田ではありません、4番細川、その細川が2打点、2打席連続タイムリーヒット。まあ読み取りじゃないですか、さっきねフォーク打ってますから、はい、まあ、次はまっすぐと思ってるはずなんですよ、はい、でそこにインハイに難しいところ来ましたけど、いいコースに来たんですけど、はい、まあ、狙いがちじゃないですかね、止まりません細川、また打点追加、これで23打点です。去年は最下位ですから、自分にとってはね、いい選手が取ってきたけど、はい、今年はやっぱり、まあ、借金一つでトップのもう6球団全部ダメですからね、はい、まあ、それからすると、この勝ちに貢献してますね、はい、そうですね、まあ、それから中野もそうですけどね、インコース要求ですが、高めに高めに浮いています。まあ、前半あの勝ち進めたのはやっぱり高橋周平と中野の2人ですもんね、はい、あ、そうですね、その高橋周平は2打数こそしたもの、だから、まあ、その後に出た石川がそこそこやってる、はい、あんなんでいい球投げてますけど、はい、難しいところがボールになってるんですよね、際どくボールになってるんですよ、はい、ドラゴンズのユニフォームで初めて今シーズン5番に座ったという中田翔です。4番の細川はタイムリー、2打席連続キャッチャーを抑えている、3ボールのストライクです。もう、ね、狙ったところに行くピッチャーじゃないんですよ、はい、大体ストライクゾーンの中で動くピッチャーなんですよね、はい、狙ってしまうとこうなるんですよ、はい、まあこれノースリーでも狙いでないですか、あ、しかし外にキャッチャーを構えて歩かせてルーベースになって、まあ今日の大きなポイントじゃないですか、そうですね、これ本当に出るようになったら、はい、昨日やられてきて、やられて今日移動したばっかりで、はい、これやられると、はい、まあ、それは勝負はどうなるか分かりませんけど、はい、もう大きいですよ、杉内ピッチングコーチは軽く声をかけてすぐに戻りました、内野手の輪もほどけました、まあこうなってくるとね、はい、どこに球が来るかですよ、そんなねコーナーギリギリにコントロールないですから、はい、まあ、真ん中ちょっと外寄りぐらいのところを、まあ、打てるのは一番出るのはセンターから右方向ですからね、はい、カーブでの前にですがボール、ドラゴンズはここは押すチャンス、ツーアウト、コース133キロカットとスライダーが、さあどうするかですね、はい、いい気持ちでナイスにするといい当たりで、はい、ダイヤの頭はなかなか越えませんからね、いいコパ見た、いや、下がりなんですね、まあ、ボールってやってもしょうがないなくらいの込みいっぱいですから、はい、2ボール1ストライクです、右方向、しかしこれは追いつく、ライトを追いついた、しかし細川2打